ええ、で手相とか火葬があるように墓にも墓葬っていうのがあるんですよ。で墓の墓葬っていうのはその自分のお墓のその墓の、まあ、墓地の大きさに対して石塔、つまり石ですね、が余裕がある、つまりその石塔が建ってもまだ土地に余裕がある、この余裕こそが家の繁栄を、未来の繁栄を表すとされてるわけですね。でやっぱりね、そういうすごい方の、お墓で最やっぱりロッカーとかですね、マンション形式のお墓はありませんし、それから畳半畳の全く余裕のないお墓もないんです、本当に。それってあれなの、最初に持っている財力の違いとかじゃなでくもて、それもありますよでね、すよもちろんね。その時に変えたっていう、そこが変えたっていう力がまずあって、ただそれを絶やさずににい続けける。ていくっていうことですよね、きっと。最初はね、確かにその体力がありますのでね、財力の問題がありますから、お墓の大きさは自然的に建てたとしても限られてくると思うんですけど、そこから大事ですね。建ててから。建てたから終わりじゃないんですよ、お墓って。建ててからが勝負。そこから一生懸命ご先祖さんを、もうどんなに開けても月に1回は頑張っていく。まあ平野さんは頑張っていってらっしゃいますよね。やっぱこれ、このうちね近いから それも、でもそれもありますよ。